八丁トンボは、トンボか八丁トンボ属のトンボの一種。日本一小さなトンボとして知られ、世界的にも最小の部類に属する。パキスタン、インド、ネパール、中国、台湾、マレーシア、ミャンマー、タイ、フィリピン、ニューギニア、韓国、日本、ソロモン諸島、オーストラリア北部など、東南アジアの熱帯域を中心に広く分布する。DNA 解析により、 地域によって大きな差異が確認されていて複数の種に再分類される可能性がある。日本では青森県から鹿児島県に至る本州、四国、九州に分布するが離島には生息していない。日本国内での分布は局所的でさらに近年の開発や環境汚染により著しくその数を減少させている。長野県駒ヶ根市で市の昆虫に指定されている。 和歌山県小座川町では、町指定天然記念物に指定している。小座川町は、生育地となっている、急行電を買い取ったり、防護柵を取り替えたり、森土を整備したりするなどの環境づくりを進めている。成虫の体長は、オスが17から21ミリメートル、メスが17から21ミリメートルで極めて小さい。一円玉の中に、 頭から副端までが収まるほどの大きさである。オスの体はう化直後は大々褐色だが成熟すると体全体が赤みを帯び、う化後20日ほどで鮮やかな赤色となる。メスは茶褐色で腹部に黄色や黒色の横縞がある。羽の大半は透明であるが、付け根付近は美しい透光色になる。幼虫も体長9ミリメートルと非常に小さく、 緑色を帯びた褐色であるが、太陽が泥で覆われていることが多い。主として平地から、丘陵地、低山地にかけての水が浸出している湿地や湿原、急光田などに生息しているが、時には、小瀬ヶ原のような構造湿原でも見られることがある。いずれも日当たりが良く、水苔類やサギ猛毛ゴ苔などが生育し、ごく浅い水域が広がっているような環境を好む。 成虫は5から9月に出現する。成熟したオスは小さい縄張りを持ち、静止状態でメスを待つ。名前の由来は、尾張の本造学者、大河内有馬による、虫類移し集に、矢田の鉄砲場発中目のみで発見せられるために、初中トンボの名を有するとの記載にちなむとされる。この矢田鉄砲場発丁目の詳しい場所は、現在不明とされるが、 名古屋市内の八高川付近と見られている。また一説には八高原八丁なあてで発見されたことに由来するとの説もあるが、この説の根拠はよくわかっていない。学名のピゴミアはピゴメイのノイで小さいことに由来する。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本では以下の多数の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。 環境調査のための指標昆虫の一つに選定されている。八丁トンボ属に分類される種は現在まで、下記の六種が知られるが、そのうち日本に分布するのは八丁トンボ一種のみである。ありがとうございます。